これはね、みたいにね、宇宙の真理っていうことを、もし本当に何かそういう漠然とそういうことを求めてる基本ってはそういう、なんか命の人って意味なんだけど、そういう命の器を持ってる人はね、もってこいですよ。このね、宇宙の真理といったらね、この最近でも本当に、日蓮正宗の本読んでるんだけど、やっぱり打ち震えるよね。本当にすげえ。この理論的にもそういうことになってんだっていうのはね、どこまで勉強しても、40年勉強しても、まだまだ打ち震える。まだ未熟だっていうかさ、まだまだ知らなかったって。芸家のね、日蓮聖人の肝心の本草綱考は、あれ買いな。絶対読みなさいよ、あれ。そっちに行ってんね。別に返事はいいから。だから、そういう面でもね、そういう驚愕的な面とかいろんな面でも、今後ね、ちゃんと、なんか勉強していきたいなって思いますよ。あなたが求めることだったら、おそらく、ほぼほぼ全部答えて、わかんないことは俺も勉強すればいいんだからね。そういう既婚の人俺は好きだね。お前みたいにさ、なんか商売が繁盛する、ビジネスが成功する法則？何言ってんだよ、お前。何お前か、軽いこと言ってんだよ、お前。そんなんじゃねえんだよ。そんな問題じゃないんだよ。そうだね。ビジネスのえ、面もあし、るんだ司けど法、司法がさ、そういう、もう、傾向強い人だったからね。ええ、私もありますよ。そういうのはありますけど、基本的な、ものも持ってるというでのもあも、るから、まだ。結果的にはね、自分もこうして、うちも化粧品なんだけどさ、オーガニック系の化粧品なんだけど、言うてですよ、40ぐらいの時からもう仕事から離れて、ずっともう離れ、若隠居しちゃった感じで、それでいても、このコロナ禍でも、今に、次男が後継ぐっていうことで修行してるんだけどね。どう考えても守られてるっていうかな。ビジネスにおいても、いろんな意味で守られている。それから、自分の、やっぱ人との関係だから、自分の人徳が増していかないと、やっぱり人がついてこない。大勢たくさんついてくるには、自分の人徳が増せば増すほど人がついてくる。大勢ね。で、人の大勢ついてくことはイコールやっぱり売り上げにつながるから、当然、潤うわけですよ。確かにコロナ禍で、ぐい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 伸びてない。今、やっぱり少しずつこう下がっている状況だけどさ。だけど、そんな絶望的な、悲観的な数字にはなってないしね。で、当然11月ぐらい以降は、落ち着いてくるだろうと、ワクチンが。世の中の人は打っていただいて、そしてその恩恵に預かって、集団免疫をつけていただければ、11月以降ぐらいからはだんだん、通常の戻れるだろうなと。そこまでには、うちの仕事も体力持つレベルだしね。しかもその楽しいよね。メンバーもやっぱりこう慕ってくれてくる、その中のやりとりが、昔だったら俺こういう感じで冷たくあしらったようなこともあっただろうなぁが、大きくこう包み込んで、そうだな、そうだなと、お前の言い分もその通りだと言って、あれ、なんか社長か、キャラ変わったわね、みたいな言われたりしてさ、やっぱ嬉しいよね、そういう。無理しなくても、人と円満に、人にその勇気とか喜びを与えられるような存在にだんだん自分がなっていけるとかさ。そういうことも何もかもやっぱりこれ修行してきたおかげだなと思いますよ。ぜひ味わっていただきたいと思いますね。本当に。特に、これこれこういう理由があってどうしてもできませんっていうのがないんであればね。あるんだったらぜひ聞きたいと思うんですけどね。これこれこれがどうもネックでダメとかね。